調子はどうかね。やあ君か。ちょうどいい。一つ新作の撮影に手を貸してくれないか。いや、私だけでは撮影に苦労しそうでね。君の腕を買わせてほしいんだ。撮りたいのは江戸全体を見渡せるようなパノラマ写真だ。いろいろな角度で撮った写真をうまくつなぎ合わせてだな。息災のようだな、ベアト。ん？どうも、オールコックさん。たった今、新作の撮影について例の協力者と話していたところでして。はあ、協力者か。こんな野蛮人にもすがろうとはな。まったく、君の大敗趣味にかける熱意はそこが知れんよ。ありがたいお言葉です。それより、撮影のために江戸の町を一望できる場所を探しているのですが。それなら愛宕山とやらに見晴らしのいい高台があったな。あの眺望はなかなかのものだ。登ってみたまえ。それからベアト、趣味にかまけるのもいいが、この前の件忘れてはいないだろうな。ねえ、心に留めていますとも。感謝いたしますよ。愛宕山か。決まりだな。麓で合流しよう。君も早めに来てくれよ。悪くないわね。来てくれたか。悪いが、パノラマ写真を撮る前に少し寄り道させてくれ。この愛宕山では町の者がよく騒いでるようでね。彼らの暮らしぶりもぜひ写真に残したい。君の写真機があれば撮影もすぐ済むだろう。手を貸してくれるな。オンに切るよ。では、撮影の頃合いになったら山に入るとしよう。何こそこそしてんだ、てめえら。
実に素晴らしい光景が撮れた。おっと、高台へ行くんだろうな。これで我らフランスの立場もだいぶ上がった。上位派もたまには役に立つ。ん？あれは。まさか。彼らも取ってくれ。説明は後だ。ただ、公使館襲撃が成功したのはいいが、英国のオールコックに感づかれてはいないか。聞かれたなら仕方ない。死人に口なしだ。だが思わぬ収穫だったな。きっとオールコックさんも食いつくはずだ。写真には動かぬ証拠という価値もあるのさ。さて、今度こそ高台へ向かうとしようか。いい見晴らしだ。撮影にはうってつけだな。準備ができたらいよいよ撮り始めるとしよう。手早く撮っていこう。少し太陽や雲が動いただけでもつなぎ合わせた時に違和感が出るからな。うむ、満足だ。君のおかげだよ。急な寄り道にも付き合ってくれて感謝しないとな。兵士たちのことか。いや、あれは私にとっても驚きだったのだが、先日イギリス公使館が焼き討ちにあったろう。実はあの時フランスがイギリスの兵士を買収して上位派を手引きしていたと噂があってね。怪しい輩を見かけたら証拠を押さえろとオールコックさんから頼まれていたのさ。こういう仕事も撮影費の足しになる。おっと、彼らを取れたのも君のおかげだったな。礼は上乗せするよ。何、遠慮は無用だ。写真家として多くの国を回ってきたが、日本の文化はやはり別格だ。特にこの江戸の町はね。しかしそれも今や西洋諸国の力の前になすすべなく消え去ろうとしている。儚いものだ。お見通しか。日本育ちの君には申し訳ないが、その通りだ。人でも物でも何かが廃れ落ち消えていく、その様が
私にはたまらなく愛おしく映るのだ。山の中で見ただろう、皆の堕落した姿を。あのような大敗した光景が私の心を震わせる被写体なのさ。この日本も同じだ。長い年月をかけて築き上げられた文化も仕組みも、じきに西洋に飲まれて消える。ここで大事にされてきたものすべてが廃れ、忘れ去られていく。その虚しく美しい様を写真に収めるのが楽しみで仕方ないのだよ。ほう、言い切るじゃないか。一体何なのか、ぜひともお聞かせ願いたいね。何を言うかと思えば、そんな夢物語が本当にあるとでも。出任せはやめたまえよ。いや、どうやら本気で言っているようだな。その目には一体何が見えている。いいだろう、いずれ私にも見せてくれよ。どちらの思い描く未来が本当に美しいか楽しみだよ。